いつもと変わらないですね。まあ、多少地元やし緊張しますけど、年間通してるレースの一つですね。ちょっと気合い入りすぎて空回りした部分もありますけど、そこそこやれたんじゃないかなって、実力通りの成績やったんじゃないかなと思いました。何回かバーッとしょって、それの流れの連携やったので、そんなに緊張することもなく、普段練習してるんでね、このバンクで、はい、いつも通りって感じでしたけど、まあメインにはめてもらっとるし、ワンツー決めれてホッとしましたけど、基本は先行ですけど、前っていう感じですね。まあ、決まり手的にもちょっと先行がなくなってきてるんで、はい、まあ、栗の方が徐々には多くなってきてますけど、はい、基本はもう先行基本の前ですね。後手踏まないことですね、なるべく。はい、最初はちょこっとありましたけど、最近はもう何も言われないですね。お任せですね。そうですね、気持ちを入れて一戦一戦、その上でやっぱり一つでも上のレースで決勝に乗りたいなと思ってます。まあ、ゴールデンウィーク明けですけど、イベントとかもいっぱいあって、選手も気合い入れて走りますし、僕自身もより一層気合い入れて頑張るので、ぜひ応援してください。